大剣の平原から1年も経ってないのに、奴らこんな数を揃えてくるなんて。お前の目から見ても厳しいか、オダマさん。ガルナ衛星兵、新たな任務を命ずる。ジュジュと共に脱出艇の準備、コロニーから脱出する指揮を取れ。でも脱出艇に乗れる数は限られている。残った人々のためわしらは戦い続けねばならん。そんな顔するな。お前たちが逃げてくれた方が安心して戦える。約束して。カルナ、私たちコロニーの外で待ってる。だから1秒でも早く迎えに来て。ああ、もちろんだ。約束する。ガド、約束だよ。それまでの間みんなは私が守るから。守らせねえよ。カルダ、てめえらみんなこの俺の餌だ。カルダ、ジュー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 ジュよかった。目覚めたんだね。急にぶっ倒れちまうんだもんな。焦ったぜ。どれだけ経ったの？え？あれからどれだけ経ったの？4時間ってどこかな。行かなきゃ。私待てよ。僕たちも一緒に行くよ。奴らの拠点に乗り込むんだ。人数は多い方がいいだろ。あなたたち、本当言うと倒れたあんたは置いて俺たちだけで行こうと思ってたんだけどさ、すぐに怪我する俺にはあんたのエーテルが欠かせなくてね。ありがとう、二人とも。あの日以来ね、コロニー6に戻るのは。でもまさかこんな形でなんてね。ごめん、感傷に浸ってる時じゃないわね。コロニー6へはジュジュが連れ去られた渓谷の先から抜けられるわ。さ、行きましょう。ここがコロニー6。まるで要塞だな。コロニーの跡形もありゃしねえ。たった1ヶ月でこんなにも変わってしまうなんて。ジュジュたちを救い出したらぶっ潰してやる。待って、正面から危険だよ。地下坑道から行きましょう。え？地下にはエーテル鉱石の採掘場があるの。
というより巨大採掘場の上にできた居住区が発展してコロニーになったのよ。地下坑道は網の目のようになっているわ。地上の市街地よりもずっと複雑で広い。たった一月で奴らが全て掌握できたとは思えないわ。つまり地下坑道は手薄な可能性が高いってことだね。そういうこと。なるほど。で、どっから入るんだ？閉鎖された排水溝からこの先を降りたところから行けるわ。騎士兵だ。そんな行動にまで騎士兵がいるなんて。やっぱり防衛隊のみんなもコロニーの人たちも。ジュジュ、しっかりしろよ。そんなことでどうする。ライ、地下行動を全部掌握してるわけがないって言ってたのカルナだろ。どっかに隠れてる人たちもいるはずだ。ジュジュだってきっとまだ生きてる。ああ、僕たちはそのために来たんだ。そうでしょカルナ。そう、そうだったね。ありがとうライ。シュルク、エーテルライフル？ガド！カルナ！ガド！カルナ？カルナ衛星兵か？オダマさん！行こう、ライン！おう！カルナ衛星兵、なぜ戻った？オダマさん、ガドは一緒じゃないんですか？お互い話すことがたくさんありそうじゃの。ついてこい。はい。そうか、ジュジュが奴らに、あの赤い顔つきに。オダマさん、ガドは？ガドはここにはいない。いない？いないってどういうことです？わしとガドは捕まったみんなを解放しようと奇襲を仕掛けた。だが手ひどく失敗した。目が覚めた時そこにガドの姿はなかった。残っていたのはあれ一つだった。だからわしにはわかる。あいつは生きている。血のつながりがなくともあいつはわしの息子だった。あんなことで死ぬやつではない。でもよ、コロニーナインの人々みたいに食われちまってたとしたら。ライン、悪い、そんなつもりじゃ。
奴らは捕らえたホムスをすぐには殺さん。あの赤い顔つきが待っていると言ったのならなおさらだ。それは本当ですか？小僧、その剣、英雄ダンバンの剣だな。なぜお前の手にあるのかは知らんが、その力貸してもらおうか。もちろんそのつもりです。中央採掘場へ行く。奴らは捕らえたホムスを必ずそこへ連れて行く。ジュジュがいるとしたらそこだ。準備が整い次第出発するぞ。したか、シルク。いや、何でもないよ。置いてくぞ、シュルク。どうしたのかしら。ジュジュ、ガド、お前たちの仇は取るぞ。なぜオダマさんはあんな言葉を。仇は取る。まさか呪術たちはもう死んでいる。もしくは殺されて。それを知ったからオダマさんは。だとしたら意味があるのか、この先に行くことに。オダマさんまでその命を落としてしまうことに。ダメだ。どうした、シュルク。これはわしらの戦いだ。臆したのならその剣を置いて先に帰れ。いえ、違うんです。そうじゃなくて。何じゃ。このまま突っ込むのって無謀じゃありませんか。何、ここまで来てどうしたんだよ。もう少し奴らの行動パターンを探ってからその隙をつきませんか。黙れ。悠長なことを言うな。お前は奴らの何を知っている。わしはこの一月奴らの行動をつぶさに観察し、反撃の機会を狙っていたんじゃ。奴らが捕らえたホムスをどうするかもよく知っている。あ、ですが。行くぞ、カルナ衛星兵。オダマさん、なんであんなことを。僕は見たんだな。まさか誰かが死ぬところか。うん、だろうな。でなきゃお前があんなこと言うわけがない。それってあの時と同じ。地下のエーテル流の中へ。オダマさんが、うん、エーテル流か。まったく、モナドが使えて未来のことがわかるってのに。本当に不器用だな、お前は。ラインに言われたくないよ。いいや、いくらでも言ってやる。お前はどうしようもなく不器用だ。わかったよ、もういいよ。続きを聞け。お前は不器用だ。だから俺たちがいる。ライン。ビジョンを見たら俺たちに相談しろ。一人で抱え込むのはもうなしだ。望まないビジョンを見たなら
未来を変えちまえばいい。だろ？うん。声が小さいぞ、声が。わかった。ちゃんと相談するよ。そうよ、シュル君。あなたたちは一度ジュジュを救ってくれた。だから今度だってきっと。私はあなたの力信じてる。カルナ。そうだ。望まない未来なら変えればいい。それに僕はまだジュジュたちが死ぬビジョンは見ていない。希望はあるはずだ。ここよ。ここが中央採掘場。ジュジュやコロニーの連中はどこだ？ここからじゃよく見えねえな。降りてみましょう。よし、行こうぜ。ああ、ジュジュもオダマさんも死なせはしない。嘘。誰もいない。それにこの血はまさか。ようやく来たか。遅えんだよ小僧。ドエシュルク、あいつは間違いない。ジュジュを連れ去ったあいつだ。ジュジュはどこ？コロニーのみんなは？一つ目の質問なら、ガキはあそこだ。ジュジュ！まだ死んじゃいねえ。ま、それも時間の問題さ。ちょっと、二つ目の質問だけどよ、このコロニーの奴らだがな、もう食っちまった。ここはよ、俺たちの食卓よ。そこに立っているお前らは、まあディナーだ。あのガキは、さしずめデザートってとこだな。貴様。俺は価値のゾード。ゾード？それがお前の名前か？そうらしいぜ。まあ、よくは覚えていないんだけどよ。覚えていない？さて、そろそろ貴様らも食ってやるぜ。このコロニーの奴らと同じようにな！ちっぽけたが新たな餌だ。食らっちまいな！許さない。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。手を貸すぜ。僕たちは、人間はお前たちに黙って食われる餌じゃない。
モナドか。その生クラでどこまでやれるかな。言ってろ。俺は黒とは違う。モナドで俺は倒せんぜ。黒い顔つきの時と同じだ。やはりこいつにはモナドが効かない。ジュジュを助けようにも奴には隙がない。どうすれば、うん、何やつ。ちっぽけな餌じゃよ。お前たちの言うところのな。小僧、今のうちにジュジュを。ダメだ、オダマさん。急げんじゃ。このままじゃジュジュは助けられてもオダマさんが。望まないビジョンを見たなら未来を変えちまえばいいだろ。未来を変える。そうか、あれなら。ライン、ジュジュを頼む。セルク。てめえ、そんなもんでこの俺に勝てると思わんさ。だがこういうことはできる。何？神兵の体も灼熱のエーテル流には耐えられないじゃろう。ジュージュ、ジュージュ。カンナ、ここは任せたぜ。無茶なおっさん。未来は変えられる。オダマさん、こんなところで死んじゃダメなんです。こんなところで。うわっ。うわっ。俺は死なんぞ。早く逃げて。長くは持たない。こいつは。もうすぐみんなのところへ行くぞ。だがその前にガド、お前の、お前たちの仇は取るぞ。嘘だ、変えたはずだ。オダマさん。ガド、お前たちのところへ。肩が抜けそうだ。
悪いけど早く上がってくれよ。お前感謝すんならシルクとビジョンにな。このエーテル竜を見た時ピンときたぜ。ここだなってよ。俺たちに話してよかったろ。諦めなきゃなんとかなるんだ。うん、本当だ。未来が見えるか。お前のこと知りもせずすまなかった。礼を言わせてもらおう、シルク。いえ、そんな。みんながいてくれたからその未来が変えられたんです。教えてくれ。ビジョンでわしは命を救われた。見てないか、そのビジョンで。ガドを、他のみんなを。そうか。カルナ、こいつは奴のライフルじゃ。お前が持ってやれ。さてと、キャンプに戻ろうぜ。ジュジュの手当ても必要だしね。この先に搬出用のエレベーターがあるわ。それなら地上まで直通よ。動いていればのお話だけど。そんなの行けばわかるさ。単純ね。悪いかよ。ラインの言う通りだと思うわ。もう立ち止まって悩むのはうんざりだもの。さあ、行きましょう。オッケー、ちゃんと動くみたいだな。俺の言う通りだろ。はいはい。なんだ、故障か。いや、違う。この感じは、あ、こいつなんて鋭いの。やるしかない。真実？そうよ。俺はこの体になっていろいろと知ることができたんだ。案外こういうのも悪かないぜ。この体になった、どういう意味だ。じゃあな小僧、暴れよ。ゾード、
ぞ。茶色い奴は倒した。これでコロニーシックスの人たちの仇は撃てたな。ええ。ズズ、カルナ。よかった。気がついたのね。ここは？コロニーシックスのそば。シュルクたちが倒してくれたの。あいつを。みんなの仇を。そっか。ごめんなさい、シュルクさん、ラインさん。僕の身勝手な行動で迷惑をかけてしまって。いいって、気にすんな。みんなの敵取れただろ。はい。でも、僕らの敵、あの黒い顔つきは、ここにはいなかった。なあ。果たしてそうかな。あいつは、黒い顔つき。ヤツだけじゃない。ゾードか。顔つきがこんなに。情けねえ。こんなゴミみてえな連中に倒されるとゾードもとんだハッタリ野郎だぜ。こいつも喋りやがるのか。喋るぜ。それに記憶もいい。逃げるんだヒーアルン。逃げるんだっておめえら。いい叫び声してよ。気持ちよかったな、あの女の感触。サクラってな。お前だけは、お前だけは許さない。懐かしいよな、モナード。けどよ、効かないんだよな。これだ！シュルク！シュルク！てめえ！ガキ！そんな生クラでもモナード使いは邪魔だそうなんでよ。まあこの前みたいなこともある。さっくりと生かしてやるぜ。こいつを今だ、突っ込めイノシシ。ダンバーさん、なんでここに。待たせたな、ようやく追いついたぜ。キリがねえ。増票はともかく、これだけの数のゾード一体どうすれば。モナドさえ聞けば、こんな奴ら気を抜くな。シュルク、シュルク、危ねえ。ライン。なかなかやるじゃねえか。どこを見ている。くらえ。聞くかよ。めんどくせえ野郎だ。飛び道具が無理なら、こいつでどうだ。弱え、弱えよな。ホムスの英雄様はその程度か。ダンバーさん、痛えだろ。痛えよな。無理してモナドなんか振るうからだぜ。その資格もなかったのによ。お前はうぜんだよ、お前ら。虫キャラどもが必死こいてよ、どうすることもできねえのによ。光はまずい。お前たち逃げろ。逃がしゃしねえ。まとめて生かしてやるぜ。何
停止よこ。今だ。ガキが。バカな。ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。父上。弱い、弱すぎる。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ。これがフィオルンが、陛下が受けた痛みだ。あ、今のはうぜんだよ。とんだ邪魔が入りやがった。ガキ、次はこうはいかんぜ。いらすもんか。待ち上がれ。オーナー、シュルク、ライン。なんでだ。フィオルンの仇なんだぜ、あいつ。今できることとできないことを見誤るな。はい。あれに救われたな。しかしあの生物は一体。ご苦労様。どうだった彼は。そう。なら楽しみだね。